例年女子の配信戦の方が体育館の得意you
がんない下がんない。頑張れ頑張れ。ごめんなさい。予選、最後まで、動画の方をご覧いただきありがとうございました。最後の試合ですね、ちょっと3ゲーム2ゲーム目の途中から3ゲーム目、取れてなくて申し訳ないです。すいません。まあ、結果なんですけども4位でした。はい、まあ、前回はね最下位だったんで、まあ、今回は順位に関しては、まあ、去年よりは健闘したんじゃないかなと思います。でまあ、今回結果としては4位だったっていうことなんですけれども、リザーブ選手として、4位まではねいけるんですよ、国体代表として。まあこう2週間ぐらい拘束されるんですよ、はい、強化合宿みたいな形だったりとかで。なので、まあ、そうなると、まあ、動画の方も試合僕出るわけじゃないので撮れないですし、何かしらこう動画にできるようなこともないですし、なんかこう自分の活動っていうので SNS 載せたりとかそういうのも特にできるようなことがないなと判断したので、リザーブの方は、辞退させていただきました。4位の僕ではなくて、5位だった大正大学の福田選手、リザーブ選手として繰り上がりに、なりました。次の試合はですね、全日本予選になるんですけども、かなり、今年の全日本予選は厳しいものがあるなというふうに感じております。上から順番に名前を挙げていくと、ほぼ濃厚というふうにされている出場選手は、曽根選手、坪井選手、金光選手、笠原選手、有信選手、松山優輝選手だったんですね。はい、で今6人の名前を挙げたんですけども、代表枠6なんですよ埼玉。まあ、その中で僕は全然今もう成績まで残せていないので、予選でなのでぶっ込みになるとは思うので、まあ、どこに入ったとしても多分 2,3 人はやっぱこう倒さないと、まあ、ベスト8ですねにはちょっと入れない状況なのかなっていうふうに今思ってます。まあ、ただやれるべきことはね、やるためにまたね先月ぐらいから、まあ、練習の方も再開して今、やっております。まあ、どうせやるならプロまで勝ち上がって試合をしたいなと思っております。はい、とりあえず国体予選お疲れ様でした。
来年は代表を目指して頑張りたいと思います。これからもどうぞ応援のほどよろしくお願いします。ではこれにて動画の方終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。